ヨシップブロズチ島、ヨシップブロズチ島、またはヨシップブロズ、ティトセルビアクロアチア語、1892年5月7日から1980年5月4日は、第二次世界大戦からその島で、最もユーゴスラビアに影響を与えた政治家であり、ユーゴスラビア共産主義者同盟の指導者である。ティトウ元帥という呼び名でも知られている。 本名は、ヨシップ・ブロズ。チトウ、ティトという名前は、お前、TI があれ、通をしろという欧兵な文章から取られたもので、冗談のネタになることもあった。チトは、オーストリアイコール、ハンガリー帝国の構成国の領内、今のクロアチアの北西部、ザゴリエ地方のクムロ別で生まれた。父親のフラニョは、クロアチア人で、母親のマリアは、 スロベニア人で彼らの7番目の子供であった。少年時代をポドスレダにいる母方の祖,祖父のところで過ごした後、クムロ別の小学校に入学し、1905年に卒業している。1907年、のどかな田舎から一転して、施策の城前屋の見習いとして働き出した。そこで知頭は労働運動に関心を持つようになり、初めて、メー5月1日、 労働者の日を祝った。1910年、夜勤工の労働組合に加入すると同時に、クロアチアとスラボニアの社会民主党にも加わっている。1911年から1913年にかけて、オーストリアイコール、ハンガリー帝国内を転々としながら働く。1913年の秋から、徴兵により、兵役についており、1914年5月には、 軍の主催するブダペストのフェンシング大会で準優勝し銀メダルをもらっている。第一次世界大戦の勃発によりボイボリナにあるルマ、現在はセルビア領に送られた。地頭はそこで反戦争的な宣伝をルフしたことで逮捕され、ペトロバラディン要塞に収監された。1915年、再びロシアを攻撃するために中央ヨーロッパのガリシア地方に送られた。 ブコビナでは、榴弾砲により、重傷を負った。同年4月には、部隊全員が、ロシアの捕虜となった。病院で数ヶ月療養した後、1916年の秋、ウラル山脈にある労働収容所に送られた。1917年4月、死党は、戦争捕虜たちのデモを組織したとして逮捕された。後に脱走して、 1917年の7月16日から17日にかけて起きたサンクトペテルブルクでの反政府でも7月放棄に参加している。警察から逃れるためフィンランドまで逃げたが結局捕まりペトロパブロフスクの要塞に3週間閉じ込められた。クングールの労働収容所に入れられた後列車に乗った際に逃亡した。1917年11月。 シベリアのオムスクで赤軍に参加した。1918年春には、ロシア共産党へ参加した。1920年に帰国して、ユーゴスラビア共産党に参加。1928年に逮捕され、5年間投獄された。1934年以降コミンテルンで働き、1936年、発生したスペイン内戦では、国際旅団の ディミトロフ大隊の指揮官の一人として従軍した。地頭の最初の妻はヘルタハースで、第一子が1941年の5月に生まれている。第二次世界大戦中の1943年12月、ドイツ軍によるユーゴスラビア占領下で抵抗運動の指導者となった地頭は民主的な臨時政府の設立を宣言した。この間、 地頭の活動は連合国によって直接的に支援されており、1944年6月には地頭のパルチザンを支援するためにバルカン半島で活動するイギリス空軍部隊が編成されている。しかし、地頭がスターリンに接近しようとすることに対して、司令部にいるイギリス軍やアメリカ軍の将校とたびたび倹悪になった。戦争が終結すると、これらの軍隊は撤収した。 第二次世界大戦後は、モスクワからの自立を意図し、それを恐れたスターリンは1948年に、ユーゴスラビア共産主義者同盟を、コミンフォルムから除名する。翌年には、ソ連との友好相互援助条約も破棄された。その後、ソ連から地頭を狙う暗殺団がたびたび、送り込まれるが地頭は秘密警察に暗殺団をすべて、検挙させた。逆に、 モスクワのスターリン宛に電報を送り、資格を送る用意があるというサブリ、ソ連による支配下を諦めさせた。それを受ける形もあり、後に自らも非同盟を主導していることから、政治学上、ユーゴスラビアは東側諸国とも西側諸国ともみなされていない。その後、トーは1950年に工場を労働者にという演説を行い、労働者にとって、 ただ一つの資本主義国との違いは、ソ連では失業がない、ただそれだけであると発言する。その後、ソ連型社会主義と対峙して企業に対する労働者自主管理、経営概念はあるが、資本は労働者所有であり、経営者は労働者が求人すると、各共和国の大幅な自治権を特徴とする有護徳の自主管理社会主義を建設していった。また、冷戦下に、 共産権でありながら、ソ連に追放されたことから第三世界に接近し、地頭は非同盟運動の初代議長となって、東側でも西側でもない非同盟陣営を確立した。さらに地頭は、東西両陣営問わず様々な国と良好な関係を構築したため、日本を含む多数の国から勲章を受勲するなどの表彰を受けた。 地頭はアメリカ合衆国からマーシャルプランも受け入れ、1953年にはギリシャやトルコとの間で集団防衛を明記した軍事協定を結んできた大西洋条約機構、NATO と事実上間接的な同盟国とる。社会主義国でありながら1950年代はアメリカのの対象となって M47 パットン、M4 中戦車、M36 ソン。 M18 駆逐戦車、m 3軽戦車、M8 走行車、M3 走行車、M7 自走砲、M32 戦車回収車、M25 戦車運搬車、GMCCCKW、M3 ハーフトラック、M4 トラクター、で、ハビランドモスキート、P-47、F-86、F-84、T-33 など、 大量の西側の兵器を米英から供与され、1960年代には、スターリン批判でニキータ・フルシチョフが指導者になったソ連と和解して東側の軍事支援も得た。その中立的な立場から国際連合緊急軍といった国際連合平和維持活動にも積極的に参加した。こうした地頭の政治思想はスターリン主義者によって地頭主義と呼ばれ、 他の社会主義国においては反体制派粛性の口実にもされた。また1960年代には独自の宇宙ロケット開発も計画し、アメリカは NASA の公式な視察団を送るなど支援したが国家財政が逼迫したことから開発プログラム自体をアメリカに売却した。内政面ではそのカリスマによって各共和国民族のバランスを取るべく、 改正を繰り返すごとに、各共和国や自治州の自治権を拡大するなどして、連邦の維持に不信した。特に、純然社会主義体制でありながら、与党の中に制限野党を作り、独裁色が強く複数政党政治とは言えないものの、それに準じた制度を取り入れたことや、新聞などによる体制批判、すなわち言論の自由を、ある程度許したことは、特筆に値する。また、 民族主義による排外思想化は秘密警察による監視、摘発の対象になった。社会主義非同盟運動第一人国として自らの体制批判は許され民族主義的な言動は排除される国家だった。しかしながら民族主義を弾圧し体制が維持できたのは地頭のカリスマ性のおかげであるところが大きく、地頭の個人的能力に頼る体制の維持方法は 口述するような内戦を招いたとする意見もある。1980年1月20日、循環障害により、餌を起こした左足を切断する手術を受けるも、その後も体調は思わしくなく、腎機能障害、肺炎、胃腸内出血、肝機能障害などを起こし、5月4日にスロベニアのリブリアナの病院で母子した。5月8日に行われたには日本を含む、 多数の国からかつてない規模で東西陣営や非同盟陣営の世界各国の政府代表団が集まり、長問外交1989年の昭和天皇の体操の例まで当時史上最大の国葬だった。日本からは大平正義首相も出席した。この歪に配置された他民族による社会主義連邦国家において、 地頭の作り上げた体制は絶えず分裂の引き金となりながらも地頭個人のカリスマと少数民族に配慮した政策によって国内の民族主義者の活動が抑えられていた。それがユーゴスラビアを一つの同一国家に修練させて秩序を安定させ、またアメリカともソ連とも距離を置いた独自の立場を確立していたが地頭の死後、 カリスマを失った体制は崩壊へ向かうことになる。地頭死去後、後継者たちは、地頭のようなカリスマ性を発揮できず、抑圧されていた民族主義、分裂主義、宗派主義が息を吹き返すことになる。冷戦崩壊後の1990年代には、民族、宗教間の対立や混乱が激化し、一連のユーゴスラビア紛争が勃発。各共和国は独立し、 2006年には、モンテネグロの独立により、電報は、完全に瓦解した。2013年には、セルビア国立銀行の金庫より、市等が緊急時に使えるようにしていた可能性がある。金貨、約2700枚、金塊30キロ分に相当、焼き金属製品、約250個、現金、約 26000US ドルなどが発見されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。